なんで書いたかというと、エンドランが怖い。初球入れてきましたね。ええ、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。さあ、2球目は何か。ほら。アウト！そのままタッチして、ツーアウト！小宮山さん、今のホームスチール、どうご覧になりましたか？まあ、ホームスチールなんてものは、そう簡単に成功するものではないです。小宮山さん、もっと言ったってくれ。インサイド打った！危ねえ！一塁送球。